きちいね。ショート、本当にこの子と仲良しなのか。インターン、許可していただきありがとうございます。フレイムヒーローエンデバ、あれ以来正直怖かったけど雰囲気が変わった。ナンバーワンヒーローの活動しっかりと学ばせてもらいます。ショートは俺じゃない、だったな。え、僕が負担なしで扱える出力を。長くて何言ってんのか分かんない。つまり活動中常に綱渡りの調整ができるようになりたいと。はい。難儀な個性を抱えたな。君もこちら側の人間だったか。この度はわざわざお招きいただき、ありがとうございます。僕はtodoroki君のクラスメイトで、midoriya と言います。知ってる、遊泳体育祭のショートとの試合テレビで見たわ。ショート、お友達紹介してくれる？ああ、ヒーロー科のクラスメイトで、midoriyaと爆王。はじめまして。おいしい、この竜田揚げめちゃくちゃおいしいです。よかった。そらそうだよ、お手伝いさんが腰やっちゃって、引退してからずっと姉ちゃんが料理作ってたんだから。なるほど。親父をどう思えばいいのか、まだ何も見えちゃいない。つーかよ、客招くならセンシティブなとこ見せんなよ。トドロキ君、お父さんのことが本当に大嫌いなら許せないでいいと思う。でも君はとても優しい人だから。待ってるように見える。ショートとお友達になってくれてありがとう、midoriya君。そんな、こちらこそです。それでデクはどうしてる？宝石強盗の仲間を追跡してる。midoriya、本当に何やった？何もしてないってば。お前、大量殺人犯として指名手配されたぞ。ローディあのままくたばってたら伝説になれたかもしれねえのにな。あのままくたばってたら。そこの人、ミスタースマイル。